れで。押し通す。まだ立てる？全力で行く。まずは目の前の敵ね。次はドイツだ。さあ行こうか。こっちで。お待てだ。よくなったか。倒せる敵から距離を保つ。まだこれからです。はあ、やっとうちの出番や。私に任せるがいい。うむうむ、うん、アルゾン。まだだ。うむ、こいつを食らえ。どうだ。バカな。攻めろ。次に備える。早く放して。次に備えます。切られたいのはドイツだろう。お任せください。すぐ決めます。はい、こんな燃えた。焼き尽くしました。どうする。ほら頑張れ。お待てだ。立て直すぞ。慎重に行かないと。
激勢、呼吸、心拍数、安定。強い、この連動。これがトゥスクルの兵。殺傷せずにとか気安く言ったが、手加減なんてしている余裕ないぞ。少しでも気を抜いたら、こっちがやられるところだった。いいね。ここまでは守備上々じゃない？よし、打ち合わせ通りにやるぞ。おうさ、期待するところには。ハク、急ごう。時間がないかな。クオン、のんびりしている余裕がないのはわかるが、焦りすぎだ。ハク、それにみんなも何か思い違いしてる。思い違いって？確かに祖国のことは心配だよ。でもそんなことよりもハクたちみんなの方が心配なの。いや、そんなことよりってな。ハクはこの戦勝てると思う？は？それは今は劣勢だが、巻き返すことは十分に可能だと思うが。多分勝てないと思う。は？うん、まず間違いなく負けるかな。姉様、ちょっと待て。間違いなく負けるって、あの宗近がいるんだぞ。アクルトゥルカム、確かにトゥスクル勢は手強かったが、負けると断念できるほどのものか。ハクなら気づいてるはずだよ、この状況。その気になればヤマト軍は壊滅させられてた。トゥスクル側は明らかに本気で攻めていなかったって。それは確かに、本土と分断し疲弊させていたにもかかわらず、その気になれば攻め落とすことができたかもしれない。だがそれはヤマト側にも言えるだろうに。ヤマトがその本領を発揮すれば。違うよハク、これまでヤマト側は本領を発揮しなかったのではなく、そうさせてもらえなかったの。それを相手に気取らせず、真綿で首を絞めるよう徐々に力を奪い、まだ戦えると誤算させ、抜け出すことのできない深みに陥れる。トゥスクルのとある者の歩が得意とする戦法だよ。あの人はきっとここにいる。あの人？宗近さん、デコボンボ殿の動きが未だありません。構わぬ、最初からないものとすれば一旦射程外まで下がる。あの者たち戦慣れている。とはいえ方を攻めあぐねると認める。彼らは、そしてこの沼に陥ったかのように吐くと気をつけられ。宗近様、門が！のリオスで反撃に転ずる。あの人はきっとここにいる。我らを侮ってか。いや、ありえぬ。そうか、聞こうか。火が熟した時、あの人はこの戦場に現れる。ままならぬものだ。この時を待ちわびたというに、今ばかり出てきてほしくはなかった。トゥスクル侍大将ベナウィ。トゥスクルの侍たち。そしてあの男、ベナミンの右腕である、戦狂い。やれやれ、やっとおいでなすったかい。まだ敵が。奪われた兵糧を取り戻すためここに襲撃を仕掛けるとは思って。まさか。こりゃさすがの大将も想定外だ。こいつは下がって。やばいって。ありゃまあ、
誰かと思えば。確か海の向こうにいるはずですがね。なんでまたこんなところにいる。王将クロ羽様、もしかしてこの男。いや、それよりも今気になること言ったな。まさかこの襲撃が読まれていた。しかもあちらさんに混じってたか。もしかしてちょいとやんちゃをしたい年頃ってやつ。いやはや月日が流れるのは早いもんだ。クロ、そんな顔しなさんな。無理に言わなくとも、お嬢にもいろいろと思うとこがあるんでしょう。若い頃にはそういったことも一つ。あ、まさかお嬢、これが俺たちに対する裏切りとか思ってやせんか。やれやれだ、なわけないでしょう。お嬢みてえなひよっこ一人が暴れたところで、こっちにしてみりゃ虫に刺された程度でしかねえってのに。何も考えずに遊ぶのが子供の特権ってやつなんだ。そんなこと気にせず思う存分に暴れたらどうです。クロ、私の覚悟が遊びだと言いたいのかな。違うんですかい。どれだけ私がどれだけ思い悩んだか、それを遊びって。クオン様。そうですか、悩みましたかい。つまりはこの程度で揺らいでいたと。だとしたら、ネコレ後ろに。お嬢、ちっとばかし覚悟が足りねえんじゃねえですかい。本当の戦場に立つ覚悟ってやつ。戦場において立ちふさがるやつは誰であろう。